日本鹿児島県鹿児島市五福町五福町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下町五福町、鹿児島府下五福町。郵便番号は892-0826。人口は83人、世帯数は67世帯。1963年より五福町の全域で住居表示を実施している。鹿児島市部。 高月川の下流域に位置し、天文館などの繁華街の一部を形成している。町域の北方には、中町、南方には、船津町、東方には、大国町、西方には、千日町がそれぞれ接している。町域の北方には、鹿児島市電が通っているが、町域内には、電停は存在していない。また、中央部を、国道二十五号が南北に通っており、 伊豆路中央交差点から、鹿児島県道21号、鹿児島中央停車場線が、西方向に伸びている。江戸時代には、鹿児島城下,下町のうちであった。法歴年間の通り小六館7によれば、下町11町のうちとして、五福町が掲載されている。天保年間に編纂された、天保切絵図には、中町に続く南北の筋に五福町と記載されている。 明治時代初期の新町は、平民が多く住んでおり、町人街であった。また、五福町の商業戸数は130戸あり、小間物、洋物、制御仲買いがあった。1877年に勃発した西南戦争では、五福町を火元として200戸余りが消失した。1889年に市政が施行されたのに、伴い、鹿児島城下47町及び、 近在三村の区域より、鹿児島市が設置された。これに伴い、それまでの五福町は、鹿児島市の町、五福町となった。1911年11月9日には隣接する、船津町を火元とする火災が発生し周辺の五福町、新町や大黒町の45個が全焼した。1六十二年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、 鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1963年9月には五福町の全域で住居表示が実施された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。三越鹿児島店1892年に丸屋がこの地に五福町として創業した。丸屋は1961年に 丸屋デパートとなり、1984年には、三越と業務提携及び資本提携を行い、三越鹿児島店となった。その後はミプラザ鹿児島やイオン、鹿児島ショッピングセンターの開店に伴って売り上げが減少し、2009年に三越鹿児島店が閉店した。その後三越鹿児島店の跡地に複合型商業施設、丸屋ガーデンズが開業し、 その他の商業施設とともに、天文館復活への取り組みが進められている。私立小中学校の学区は以下の通りである。国道剣道、ありがとうございます。